こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。そして伊勢丹のバイヤーの稲葉さんです。よろしくお願いします。お願いします。ご無沙汰してます。久しぶりですね。お久しぶりですね、はい、ちょっと遠くて緊張します。なんか今日そうなんですよ遠くて緊張するっていうか、なんかもうアクアディパルマの人ですか皆さんいらっしゃい、アクアディパルマショップへということで、そうなんですよ、伊勢丹にですね、はい、アクアディパルマの常設ショップがオープンしたんですよね。素晴らしい。はい、と、はい、いうことで今日は伊勢丹メンズ館からお届けします。と、はい、いうことでアクアディパルマはね、何回もご紹介してるんですけど、はい、アクアディパルマの回にいっぱい感想をいただいてたので、うん、それをご紹介しようかなと。素晴らしい。はい、アクアディパルマ買ってしまいました。ものすごく上品な香りで自分へのアロマの役割にもなってます。そしてアクアディパルマ初めていろいろ楽しんでみました。品のある優しい香りで、いやらしくないけどそこに色気が出てますね、うん、そして最後こちらです。個人的にはジネプロとセドロは少し男性寄りの香りで素晴らしく気絶、うん、キノットは結構女性寄りの香りなんで女の子は好きかも、うん、ブルーのシリーズは7種類くらい試しました。どれも柑橘系とその他のバランスが絶妙&上品で、どれを買おうか迷いますね。うまい、まあ、BR さんでアクアディパルマを取り上げられてて、うん、やっぱりアランチャとキノットが、はい、あのイスタンメンズでもすごく人気ですし。ダントツですか。ダントツですね。わ、嬉しい。私がね、推したキノットをたくさんの方に買っていただいて、今日もちょっと後からそのキノットのいいことがあったりなんかしちゃったり。え、何それ。後ほどご紹介します。ところで なんでこう常設にしたんですか。はい、もともとメンズ館1階であのフレグランスコーナーで展開していたんですけれども、非常にご好評いただいてて、はい、紹介まずしきれなかったっていうのもありますし、それ数が多くてってことですか。はい、アクアディパルマはやっぱりそのフレグランスの中でもブランドとして、あの非常に認知がある歴史があるブランドなので、1階ではちょっと物足りずメンズ館8階でも紹介してるっていうような形です、ね、なるほど、はい、だってラインナップの数すごいですよね。めちゃくちゃ多いですよね。だって多いです、はい、あのフレグランスだけでも、まあ、大きく3つのカテゴリーがあります。稲葉さんどれ使ってるんですか。僕はコロニアのエッセンザっていうこのオーデコロンを使ってるんですけど、このいろいろな種類ある中でなんでそれなんですか。もちろんこのやっぱブルーのラインは、まあ、価格帯も含めて買いやすいですし、はい、うん、めちゃくちゃいろんな匂いがあって迷ったんですけど、うん、はい、一通り嗅いだ時にこのコロニアのエッセンザはちょっとシトラス系の爽やかな香りもありながら、はい、なんかこうウッド調の大人っぽい、うん、セクシーな香りのイメージもあって、うん、ドレスウェアを着てることが多いので結構合うんじゃないかなっていうことで。なるほど、はい、ちょっと嗅いでみていいですか。はい、なんか夏の終わりのテラス席にちょっと綺麗なシャツを着てつけたいっていう感じの。確かにこれなんか夏の終わりの寺田席違うのよ。あ、違います。常に寺田はどこにでもいるわけじゃないのよセクシーさもありますね。これちょっと私もいいですか。はい、あ、本当だ、夏の終わりの寺田席だけど本当におすすめのやつですこれ。寺田でも分かります、はい、ちょっと深い香りがします。あ、そうですね、ただ爽やかに柑橘系なだけじゃなくて、はい、テラス席でこれつけてる男の人いたら結構モテるかも。本当におすすめです。これあのコロニアラインはアクアディパルマでも昔からやってる定番の、ね、そうですよね、はい、定番の、うん、他にもディフューザーだったりとか。ディフューザーね、僕ねそのアランチャのやつ使ってるんですけど、はい、私もキノットのディフューザー使ってるんですけど、うん、さっきちょっと黄色のシリーズも嗅がせてもらって、ね、はい、あれこっちもいいみたいな。そうですよね、このあたりはメンズ館だけの今ご紹介になってたりするので。これはどれが、ですね、これです、ルーチェ。星葉さんもさっき嗅がれてましたけど、その中でどれがおすすめでした。僕ね、もう完璧にこれですね、ボンジョルノ。ボンジョルノ、ボンジョルノ、これ気絶ですこれめちゃくちゃいい。ちょっと甘さもあり、甘さもあり、女性も好きそうな香りですよね。これ好きですね。お部屋でこんな香りがしたら入った瞬間気絶しますよね。そうですね、そうですね。で、今日もラインナップがたくさんあって、はい、見たことないのよそれ。何、はい、ってことでちょっと稲葉さんとこのお店を担当されてる方とチェンジをしていただきまして、はい、新しい商品をご紹介したいなと。稲葉さんまたちょっと後で戻ってきてください。はい、かしこまりました。後で戻ってくる。後でまたこうですね。すごい、スイッチで、かしこまりました。行かせてもらいます。ということで、ご紹介したいと思います。はい、アクアディパルマの竹垣さんです。よろしくお願いします。お願いします。
よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ですが、はい、こちらから、はい、なんかパッケージがいきなり違うんですけど、これ何なんですか？夏の限定版という形で、ラ・ダブル・ジェイというブランドと、はいはい、アクアディパルマがコラボレーションした特別なパッケージなんですね。本当に可愛いです。このパッケージ飾りたくなるパッケージしてますね。そうですね、確かにそうかも、うん、ちなみに何があるんですか？まず一つがディスカバリーセットといって、はい、ロールオンのフレグランス、地中海の風をどこにでも持ち歩くことができるというね、今一番おすすめのセットになるんですが、うん、人気のアランチャ、ミルト、ベルガモット、フィーコという4つの香りの、うん、セット、ロールオンあったんですね、アクアディパルマに。これだったらね、こういうところに入れて持ち歩けますもんね、はい、とかちょっとしたお友達とかいた時に持ってって差し上げるとか。何その粋なプレゼント、めちゃくちゃいいですね。どの匂いがいいとかって言って、皆さんそれぞれ違うじゃないですか。そうですね、うん、それもパッケージがやっぱりそうなんですか、はい、ロールオンのこれです。かわいい。女子にプレゼントしたらめちゃくちゃウケると思います。ユニセックスですもん ね。はい、ユニセックスでお使いいただけます。これが、税込みで 11,550 円。あ、買いやすい値段ですね。なんか本当にプレゼントにちょうどいいぐらいの値段ですね。あとはお試ししたい人とか。そうですね、だってメインの香りですもんね。そうです、一番人気のある。そうですよね、全部揃ってますもんね、はい、その中にね。そして続いてはスクラブですね。え、ありましたっけ今。これも知らなかった、はい、これは新しいものになります。3種類の香りで、先ほどのセットにも入っていた、はい、ミルトとアランチャとフィーコ、これね色も可愛いです。フィーコがちょっとオレンジみたいな、オレンジで、これがミルト、綺麗な色だな。それ紫というかピンクというか、うで、これがアランチャですね。アランチャその色なんだ。スクラブゆきちゃん使う？よくたまに使います。半身浴したりとか、でその後にこういうものをちょっとやったり、あ、体温めて皮膚を柔らかくしたところでボディスクラブをやるんだ、うん、あ、なるほどね、はい、じゃあもう明日からやりますもんね。ですか、正しいですかこれって？そうですね、週に 1,2 回のスペシャルケアというような形で、うん、あんまやりすぎちゃいけないんですか？そうですね、ちょっとあんまりゴシゴシこすりすぎちゃうのも良くないですし、というかめちゃくちゃいい声ですよ、ね、ありがとうございます。アナウンサーの方ですか？いやいや、全然ただの販売です。いやいや いやでも香りがいいっていいですよね。それってやっぱり香りも残るんですか、スクラブした後って？若干ですね。じゃあそれで匂い重ねていけるってことなんですね。さらにアランチャのボディなんとかをやったりとか、例えばボディローションをやったりとかってなった時のこれじゃないですか、はい、それなんですか？それはこちらがボディローションですね。ほら、はい、同じように3種類のミルトとアランチャとフィーコの香り、人気の3種類。じゃあその隣に置いてるのは何なんですか？シャワームース、いわゆるボディシャンプーなんですけれども、中に透明な液体のものが入っていて、はい、出すとこうムース状になるんですね。へえ、はい、そういった泡ですね、はい、もう体中がいい匂いだ、はい、いつでも私を抱いてみたい、そういうことですか？まあどうですか、そういうことですね。どうする、そうですよね。本当こういう感じなんで慣れてください。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。でそれぞれ値段がですね、はい、まずボディスクラブが税込みが8690円ですね、はい、こちらのローション税込み8240円、そしてシャワームース税込み6930円、だから全部買いやすいですね。あのプレゼントにめちゃくちゃいい、確かにお値段。これで体洗ってでスクラブしてローションつけ てで次の日入れてる時に香水をつけていく。なるほど、どんなアランチャの人になっちゃうのかな。もう本当アランチャってなります、ね、アランチャアランチャってなります。ということでこれが夏限定、はい、でいつから発売なんですか？4月の29日からです。じゃあ、はい、今日ですね、はい、素晴らしい、今日から。あれでも、はい、前にまだあるんですよ、アランチャの香りのハンドクリームとハンドソープです。あ、えアランチャの香りのみなんですけれども、もう手からもアランチャの香りです、はい、もう買います。で他にもおすすめがあるんですよね。はい、ディフューザーですね。きた、ディフューザー、はい、まずこのブルーのラインナップ5種類の香りと、うん、あとこちらの黄色いパッケージのものはフレグランスにはないオリジナルの香りのラインナップ。これはディフューザーしかないんですか？そうなんです、この香りはオリジナルの香りなんです。じゃあこれはここに来ないと見れないってやつですか？そうなんです。新宿店だけですか？はい、されてます。あ、うわー来た、なんだって。じゃあちょっと星葉さん、はい、それぞれ香り感想を教えてくださいよ。ちょっとですね、うん、うん、これいい香りです。ちょっとねこれ香りをねこの言葉で表現するのものすごい難しいんですけど、これなんて言えばいいんですか？言っちゃった。あのイタリアの5つの風景からテーマを得たラインナップなんですね。そういうことで、ラッカサスルアゴは湖畔の家という意味なので水辺のような香り。あ、確かに水辺の家のような香りをしますね。本当、うん、本当
夏の終わりの水辺のなんか混ざってきちゃった。そして次はボンジョルノ、これもうね僕好きです、この香り。これは爽やかさと甘さがありますね、うん、そうですね、イタリアの爽やかな自然の中で目覚める朝、それがテーマになってます。いやこれマジですごいいい香り、これやばいよ、おはようございますって感じ。おはようございます、おイタリア語で言うとボンジョルノですね。あそうか、まさに。あこれはいい香り。そしてこれはルーチェ、光っていう意味ですかね、これ。そうですね、コロニアの光というタイトル。これが一番オリジナルのコロニアの香りを意識した香り、アクアディパルマを、まあ、代表するようなイメージです。確かにザ・アクアディパルマの香りですね、これこそね。もともとだってあれですもんね、このコロニアっていう香りってスーツに似合うといいよっていう風に作ったやつですもんね、なんかいいお店に置いてそうな香りがします。確かにお店とかにもいいかもね、うん、これね、うん、そしてオーラモーレルームディフューザー、はい、これはもうあれですね、めちゃくちゃ甘い。あー本当だ、バレンタインデーって感じがします、うん、そのぐらい甘いよね。甘い、この香りのコンセプトがまさに愛しき人よタイトルなんですけれども、ああやっぱでも当たってますね。めちゃくちゃラブラブだよねこれ。ラブラブな新婚さんいらっしゃいだねこれそして最後が最後、はい、カフェインピアッツァ、広場でコーヒーをというタイトルです。あ確かに、どうですか、すごい確かにね、するわこれ。えコーヒーの香りするんですか。いやコーヒーのストレートの代わりじゃなくて、例えばベネツィアのサンマルコ広場みたいなところでエスプレッソ飲んでるような感じ、うん、コーヒーダイレクトの香りじゃないもんこれ。え私その広場行ったことないですけど、はい、分かりますかね。分かると思う、多分。本当？あ、分かる、分かるでしょ。ピアッツァっていうのは広場ですからね、はい、コーヒー飲んでるわ、景色のいいテラス席のあるカフェで飲んでる感じ。寺田席でね、テラだこれが家にあったら別にコーヒー飲まなくてもいいってことですいやそれ飲みたいかもしれないですけど、これは来なくちゃいけないですね。これちょっと嗅いでほしいですね。ここに来たらもちろん嗅げます、ね、面白いもんだってこれ、はい、全部、うん、はい、ということでざっと紹介していただきましたけれども、なんか魅力的なのいっぱいありましたね。いや魅力的な声ですし、うん、魅力的な立ち方ですし、だから伊勢丹に来たらこの説明も聞けるんですよね、このいい声でね、いい声で、はい、うん、なのでぜひ皆さん会いに来ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。竹垣さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。これあのお帰りなさいって言えばいいんですかこれ。お帰りなさいこっからなんですよね稲葉さん、めちゃくちゃまだスペシャルが実はあるんですよ。何ですか。たくさんあります。まず、うん、あのこちらのオリジナルパッケージのものに関しても、はい、新宿伊勢丹先行発売という形になっているので、はい、このパッケージの新しいパッケージのところですね、うん、で他にも3つスペシャルがあります。何ですか。いやもう一番の目玉がですね、はい、うん、今日から発売のテラダセレクション。テラダセレクションです。ちょっといつの間にそんなの作ってたの。そうなんです、今まで寺田セットだったじゃないですか、はい、やっぱ伊勢丹さんですよ、寺田セレクションっていう名前にちょっとお上品になりました言い方がね、気になる気になる、何セレクションって。初めてアクアディパルマに出会った時にキノットの香りに惹かれて、そこからずっとキノットを推してるじゃないですか。でその後にねハンドクリームを使ったんですね、うん、それがめちゃくちゃ良かったんです。ちょっとつけるだけでずっと手がいい香りってことで、今回の寺田セットは、うん、30ミリの香水とハンドクリームとリップと、さらにこのちっこいの、うん、それ何、5ミリの小さい、なるほど、これの5ミリ版のやつです。これの4つセットを限定で作ってもらっちゃいました。すごい寺田セレクションありがとうございます。香りは、香りはで全部キノットだと思うじゃないですか、うん、違うんですよ。違うのかい、なんで。それぞれいいと思うのが違ったからです。ハンドクリームはこれで、そう、香水はこれでっていうのをわがまま言わせてもらいました、うん、香水はキノットで、私ベルガモットも大好きなんですよ。なるほど。なので、ま、ハンドクリームベルガモット、ベルガモット、それで香水だけだと、うん、私ちょっと甘い香りって、うん、正直あんまり自分でつけるには得意じゃないんですよ、うんうんうん、体につけるのには選ばないんですけど、うんうん、リップって甘い香りの方がつけやすいんですよ。なんやねん、まあ、なので、うん、リップはフィーコです。で、うん、このチビスケは、うん、あのアランちゃんも楽しみたかったので欲張り欲張りですねっていう寺田セレクションでございます。やば、めちゃくちゃいいねそれ。いくらなのそれ。14,500円、はい、買おうかなそれ。ぜひ
ぜひ。めちゃめちゃお得ですよね。なんと伊勢丹のこのショップ、ショップと、伊勢丹の MI オンラインの方でも販売させていただく、今日から。今日から、はい、今日からです。前回はすぐなくなったと伺ってるんですけども。何どんなプレッシャーかけてるんですか。お早めにっていうところですかね。だってよ素晴らしい、いいセレクションですね。本当に私がいいなと思うものを詰め込ませていただいたので、うん、まだ試したことがない方もぜひ試していただきたいなと思うので。そして、そしてあと2つ、あと2つ、8月5日からですね、はい、あのメンズ館1階の入ってすぐのプロモーションスペースで、ほうほう、あのちょっとライフスタイルのプロモーションを、はい、あの計画してます、うん、あの伊勢丹ホームホテルという名前で、あのいつもの時間に少し特別なあの生活をっていうのがテーマなんですけれども、家をホテルのようにという、はい、少しこのディフューザーを入れるとこの空間はホテルのような幸せが味わえますよねっていうような。確かに。でそこの目玉にアクアディパルマがあのドーンと展開させて、ね、はい、いただいてるんですけれども、うん、今回2つ特別な商品がございまして、はい、まずシグネチャーモデルですね、こちらの、おお、ここそこです、はいはい、100ミリ大きいサイズのボトルをお買い求めいただいた方にはこれが10種類あるんですけれども、はい、その10種類の10種類セットがこれも買えるんですか。これを差し上げます。いやいやいや、おかしくないですかそれ。まあ限定数ちょっとあるんですけれども、はい、ちょっと聞いてない寺田セレクションかすむようなやめてくださいよ。セレクションが一番おすすめなんですけど、うん、シグネチャーラインも僕はサンダーロっていう香りがおすすめなんですけれども、うん、まあ非常にちょっと深い香りが特徴なんですけれども、お、いいですね、結構あの香りが強いというか、あ、うんうん、でもこれ一振りするだけでちょっとホテル気分って分かる感じの上質な香りします。そうですよね、うんうん、僕いいの見つけちゃった。ちょっと何ですか。アランチャの次これかな。これもいいな。これ桜、桜花見できなかった、花見してるような感じになりますね。爽やかですね。でも爽やかだけどフローラルのいい香りですね。ねえ、うん、へえ、それの大きいサイズを買ってもらえるとこの、はい、10本セットちょっと限定数があるので、うん、あの早めに、はいはい、でもう一つがですね、はい、こちら の, あの、うん、まあ、ブルーのボトルとか新パッケージのもの含めて2万円以上お買い上げいただいた方には、うん、この新パッケージのボトルの5ミリの香水が3つ入ったこちらのセットを差し上げるという感じ。だからテラのセレクションが霞むんだってこれもあのスペシャルになってるんですよ。お買い得ですね。お買い得です、ね、もう8月5日からもこういう2つのスペシャルがあるんですけれども、うん、まあ、今日から始まるこの寺田セレクションが一番のおすすめですので。いや、盛りだくさんですね。もう完全に祭りですね。祭りですね、はい、はい、なのでぜひ皆さん今はちょっと来れない方も多いとは思うので、そういう方はぜひぜひ伊勢丹のサイトからね、はい、あのご購入いただいて、はい、アクアディパルマ漬けになりそうです。そうですね、はい、じゃあ今日はこんな感じですか、ね、そうですね、はい、稲葉さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、そして竹垣さんありがとうございました。先ほどありがとうございました。次回はこちら、ウノピューウノウアレトレ、うん、これは 1+1 は3って意味でいいんですよね。はい、デニムになります。くぶ丈ちょっと短め、短めで3ピースのセットアップになります。3ピース、3ピース、はい、あ、いいですね星葉さん。やばこれウノピューさんと組んで作ったの実はピーコートなんですけど、これ1枚あったらもういらないですっていうのを作りたかったんですよ、うん、いや今日さすごい勉強になった、うん、なんかあの僕の今までの中だと全部アランチャで揃えと思ってた、うん、だけどあの寺田セレクションを見て、はい、いろんな楽しみ方ができるから別に一つに決めないでいろいろ買えばいいじゃんって今日思った。なんか生活がその方が豊かになるのかなと思ったから、お金いくらあっても足りないなと思いましたそこですね結論は、うん、そうだね。いや、まあ、まずはだから寺田セレクションから買いますよ。だからぜひ、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん伊勢丹に遊びに来てくださいそうですね。なんか宣伝はありますか今日。はい、もうぜひ寺田セレクションを買いに来てください念押し加減が半端ないで、あの SNS やっておりますので、ぜひツイッター、あのインスタグラムフォローしていただけたら嬉しいです。お願いします。そして、はい、僕もですね、この BR チャンネルもやってるんですけど、フルサスタイルの編集長もやっておりますので、そちらもですね、新しい企画、どんどんアップしておりますので、ご覧になっていただければと思います。ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりのロケ楽しかったですね。そうですね、また来週、来週チャンネル登録はこちら、こちらです。お願いします。まだ登録してない人はすぐに登録してくださいそしておすすめ動画がこちらです。まだ見てない人は全部見てください。